炭酸ボムとトーピードにイライラしていませんか？やっと来ました。炭酸ボムとトーピードの弱体化。もうこのさ、サブが出てからスプラトゥーン離れてやめちゃったことが絶対ね、100人はいると思うんだけど、ようやく弱体化来ました。もう梅雨過ぎたんだよな。何が弱くなるかというと、まあ炭酸ボムって結構濡れたんですけど、まあちょっと塗りが弱くなると、まあ、4分の1とか5分の1ぐらいなんですけど、そこまで濡れなくなるのかな。トーピードの場合はインク消費が激しくなるのと、爆発した時の誘爆のもう一つのあの爆弾の方の威力が弱くなるらしい。これは文章として載っけときます。まあ、この映像で見てわかるんですけど、まあ、投げてるだけで敵も倒せるし、濡れる炭酸ボムが弱くなったのは俺的には本当に嬉しい。はい、マッチングしました。アロマナモール縄張りバトルということでやっていきましょう。冒頭でも言ったんですけども、炭酸ボムが弱体化するということで、まあ、個人的には、まあ、今使ってるこのスクスロープエッジは、好きなので、まあ、炭酸ボム弱体化で、まあ、使いづらくなるのは嫌なんですけど、まあ、それを差し引いても、まあ、他の武器使ってる時にさ、やっぱりさ、炭酸ボムってきつかったじゃないですか。だから炭酸弱くなるのは結構賛成。あと、トーピードね。トーピード強すぎだよ、あれ。厄介だったもんな。索敵もされるしね。当たっても強いし、結構やりづらかったなーって思ってたんで、まあいいですね。ということでやっていきましょう。もうね、炭酸投げてるだけでいいから。洗濯機のね、メイン武器はね、一応強いんですけど、メイン。まあでも、それよりも炭酸の方が強いから、ここ張り付いてると思います。インクで、あ、惜しい。オッケー。出てこなかったね。まあ、炭酸ボムこうやって投げてると、まあ、敵を抑制できるというか、まあ、相手の、あ、これ今インク回復しました。オッケー、ナイス。ナイス炭酸ボム。まあ、ぶっちゃけそんなね、スーパーチャッキ使わないんでね、インク回復のために使ってます。はい、もうこれ投げるだけでいいですね。めんどくさいっすね。前行くのがめんどくさいかも。炭酸でいいや、みたいな。ボム紐一個つけてるし、一個届くんだよな。あいつやられるよ。ナイスアーマー。ちょっとこれ雨嫌だな。下がるか。あちょっと登れなくなっちゃう。あ、味方二人やられちゃったか。これ抑えないとダメだな。まず、オッケー、倒していく。まあ、スーパーチャクチ来るまでもなかったな。普通に正面来そうじゃね？ラッキー。普通に炭酸ボム刺さるんだけど。今、ジャンプ、オッケー。ジャンプしてきたのもう一人いるから。まあ、索敵しつつやな。あと一人だからな。全然前出てもいいと思うけど。多分カーボンローラーかローラー。いましたね。炭酸ボムとメインで、あと一発なんだけどな。オッケー、ナイス。4人いない、こっち。相手の炭酸強いよ。ここね、侵入させなければね、一応勝ってるんで、炭酸ボムさっき投げまくったから、インク塗り勝ってるから。危ない。残させなきゃいいっていう立ち回りですね。もう正面を押さえてれば勝ちやん。いやー、死ぬ。危ねえ。ちょっと時々インク切れるんだよな、投げすぎて。炭酸投げすぎて切れちゃう。このジャンプ守ってあげた。オッケー。いいよ。なんかいたよ、下に。しっかりと倒していく。さあ、キルいっぱい取って。これもローラー来てますね。下か。オッケー。ナイス。炭酸投げるか、中央で抑えるだけで勝てたわ。あ、いいですね。左の通路取ってくれてたから。すごいやりやすかった。よっしゃー。まあ、でもこれ弱体が来るんで、待ってましょう。ナイス。強いな。